コンビニ、俺はコンビニ行って帰っただけ。コンビニ、いつものようにコンビニ行っただけ。なのにコンビニ、コンビニ行っておにぎりを買った。いつものようにコンビニに行っておにぎり買った。いつものようにコンビニ行っておにぎり買った。梅のおにぎりと塩のおにぎり、塩だけのおにぎり買ってコンビニを出た。コンビニを出てヤクザが後ろからついてきて俺に言った。お前何してる、止まれガキ、早く止まれガキ、このクソガキ。え、なんで俺ヤクザに狙われてる。コンビニに行っておにぎり買って家に帰るだけだったのに、どうして俺ヤクザに狙われてる。どうして俺ヤクザに、なんで俺コンビニに行っておにぎり買って帰るだけだったのに、どうして俺ヤクザに狙われてる。どうして俺。君ね、僕が買おうとしたおにぎりを取ったよね。え、そんなことで命を狙われる。なんて理不尽な社会、なんて理不尽な世界。何も悪いことしてないのにヤクザに狙われるこの世界。いや、いいよ、大丈夫大丈夫。一緒に食べる？一緒に食べようか。え、一緒に一つのおにぎりを。いや、君二つあるでしょ。一つを半分にしてもう一つも半分にしてね、いいでしょ。